グーファンタジーラジオ。はい、どうもマロッチです。よろしくお願いします。はい、今回はね、俺が効率のいい勉強方法っていうのを教えよう。うん、まずね、勉強のやり方うんぬんというよりも勉強する時間だ。これが大事だ。いつ何時に勉強するのがベストな効率かと、それを俺が教えよう。朝5時だっていうのはな、まあ、大体みんなこう学校とか終わって、まあ、部活やる人は部活やって、まあ、遊ぶ人は遊んで、でまあご飯食べてお風呂とか入って、よし勉強しよう、夜勉強するよな。もうそうだな、8時10時とかに勉強するだろう。もうそれが間違いだ。朝5時だ正解は。なぜか、夜勉強するということはその1日の出来事で頭の中の8割がもう埋まっちゃってるんだよ。ってことはもう2割分しか頭の中に詰め込めないんだよ、勉強を。わかるか。けど朝早く起きても朝5時ぐらいがやり始めれば、もう頭の中ゼロの状態だから、もういっぱい詰め込めるんだよな。これね、すっげえ効率いいから、ぜひやってみて。これテレビでやってた。うん、やってみてくれ。今テレビでやってたことを今まんま話してるから。うん、ちなみに俺が学生時代この話を知ったところで、朝5時に起きて勉強するかって言われたら絶対しねえけどな。以上、終わり。勉強頑張れ学生。終わり、またな。